g メメーールルで送受信しししたメールを検索してみましょう G メールのトップ画面にキーワードを入力することで送信元宛先件名本文添付ファイル内に含まれる内容などに関連キーワードがある場合に検索結果として表示できます g メールを長い期間使用しているとたくさんのメールが 受信 Gmail には検索でおなじみの Google が提供する Gmail 内での検索機能があります。件名や総受信者名メールアドレス本文添付ファイルのタイトルや添付ファイル内に検索キーワードとして指定した文字が含まれるメールを表示することができます。 画面上部の検索欄にキーワードを入力して Gmail 内を検索してみましょうここでは「署名」というキーワードで検索しますキーワードを入力して Enter ーキーを押すと検索欄に入力した文字や似ているような文字を本文やメールアドレスや添付ファイルに含むメール画が画面中央部分に表示されます ヘッダー部分にある検索エリアからのキーワード検索では送信元宛先のメールアドレスメールの件名本文の入力内容添付ファイルのファイル名添付ファイル内に入力された内容から検索キーワードに一致したり関連する表現のあるメールを検索します英語の検索キーワードは 大文文字字と小文字の違いいをを区別せずに検索を行いますメールアドレスを入力して検索すると入力したメールアドレスを含むメールが検索され一覧に表示されますこの検索結果には検索したメールアドレスが送信元に入力されているメール送信先の宛先 CCBCC メールの本文やメール本文の署名部分に入力されているメールが表示されます相談などのキーワードを検索エリアに入力して検索ボタンをクリックすると件名や本文に指定したキーワードを含むメールの一覧が表示されます検索キーワードは1つの単語だけではなくて複数を入力できます 複数のキーワードを使用するには検索したいキーワードの間に半角のスペースを入力しますこのように検索機能を使うと受信トレー内のメール全てを遡って過去のメールを探す手間がかからなくなります便利に効率よく過去に送受信したメールを探し出しましょう高度な検索機能である検索オプションを使用した検索は メールを詳細検索するのを動画で解説しています。